はい、こんにちは。今日はですね、はい、普段私はたった一人でですね、畑をやってるわけですけども、見てください、この人数ですね。なんでしょう、このたかっといますですね、私のジャガイモ畑に。はい、今日やってまいりました、第3回畑ツアー芋掘りですね。はい、いやいや、皆さん必死になって芋掘ってるわね。 V さんありがとうございますね。参加者の方は多くは大体女性なんですけどね。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございますね。この無理やりな笑顔、大変ありがとうございますですね。はいね、こんな感じでジャガイモをですね掘ってですね、お金を払ってジャガイモを掘らされる、いいですねこのシステム。はい、ということで今日ですね、このようにね、今まだ11時半ですね。まあそんなにね、今日は暑くないのでまだ楽なんですけどもね。なかなかいろんな方が来られてて、こう奥さんに連れられてよくわからんままに来て、こういう悲劇に遭ってるというですね、典型的なご主人かなと思います。ねえ、はい、ごめんなさい、あんまり無理されなくていいですからね。ご本気です。はい、ぼちぼちやっていただいて、真剣にやっちゃうと本当に大変なので。スタッフの林くんも頑張って掘ってくれてます。いいじゃないですね。これを一日中やるのは頑張らないですね。そうでしょ、ね、楽しいうちにやるのがいいんですけどね。はい、ということで今日はね、本当にこう畑にたくさんの人がいるというねことが、はい、あ、お子ちゃまが、お子ちゃま全然違うとこ掘ってんだけど、はい、ということで今日はね本当に、こんな感じで、この後ね芋掘り終わったらね、カレーを食べてですね、みんなでまったりするという感じで。僕にとってもとってもこれはね、大事なことなんですね。こうして畑に実際に来ていただいて、いろんなものを、僕自身もいろんなものを感じたり吸収させていただいたりしてます。はい、ね、こうやって参加された方が皆さんね、いろんなものを感じていただければいいかなと思ってますね。はい、ということで、第3回畑ツアーのジャガイモ掘りでした。それではまた。